今日は皆さんに南城市に伝わる民話を演劇にしてお届けしたいと思いますじゃあ皆さん前のスクリーンを見てください私たちは南城市教育委員会の文化課から来ました南城市役所の2階で普段はお仕事をしています文化課には3つの係がありますまず1つ目が史跡整備係 南城市の中にあるグスク古いお城ですね。グスクの跡などを整備あの壊れてるとこを直したりとか保存する作業をしています。で2つ目が文化財係南城市の中にある歴史的な価値のある建物や物自然芸能などの保護研究調査を行います馬天荒で行われているハーリーも大事な文化財の一つです。 で3つ目が私たち編係です。南城市の歴史や文化に関する調査で資料集めを行い集めた情報をまとめて本を作ったりネットでみんなが見れるように公開する作業をしています。 私たち獅子編さん係は今までに南城市内の廃所ウトとウする場所ですね廃所や愚粛沖縄戦とか方言についていろいろな本を作ってきましたでこの中に南城市の民話に関する本もあります民話っていうのは人々の間で口頭で伝えられてきた物語のことです ところで皆さんは南城市が4つの町村が集まってできたことを知っていますかすごい今から18年前の2006年大里村、玉城村知念村そして佐敷木町の4つの地域が合併して南城市が作られましたで地図上にある赤いちょっと見えにくいんですけど赤い星のマークの場所はここ馬天小学校があるところです。 馬天小学校は旧佐敷町というところですで今映っているこすみませんちょっと見えにくいんですけどこの3冊の本が私たちが出した民話に関する本になりますでちょっとあの左下の黒っぽい本ですねこれが沖縄佐敷町の昔話でこれは合併する前の佐敷町が作った民話の本です で上の方ですね、玉城の民話。これも合併前の玉城村が作った民話の本になります。で、今度右下、大里の地底話。これはおととしの2022年2月に刊行された新しい民話の本です。地底話っていうのは伝え聞いた話という意味の言葉です。 でこれも南城市に合併する前の大里村で集められた民話が載っていますでこの本についてはまた後で紹介したいと思いますで民話や地底話は大きく3つに分けることができます1つ目が伝説実際にいたとされる人物や実際にある場所に関するお話ですで2つ目が昔話 人物や場所が特定されていない話のことを言います例えば「昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました」というのはどこの何という名前のおじいさんおばあさんのことか分かりませんこのようなお話を「昔話」と呼んでいますそして3つ目が世間話身近な人々の行いや出来事に関するお話のことです 今回は沖縄の佐敷町の昔話と大里の地底話の2冊の本の中から3作品の話をもとに作られた民話劇を上演します1つ目のお話が「萌井親方」で方言で「植え方」って呼んだりしますで2話目が「産捨山」3話目は「石田うふ主」をこの3つを上演します で上演する3作品について少しだけ先に説明をします。まず1つ目のもう方琉球、これ、昔の沖縄のことですね、琉球が薩摩、今の鹿児島県との戦いに負けた後薩摩から、おんどりが産んだ卵を持ってこい、おんどりっていうのは、オスのニワトリですね、オスのニワトリが産んだ卵を持ってこいとか、山を持ってこい。 などといろいろな難しい注文をされることがありましたそんなとき私がどうにかしようといつもだらだら遊んでばかりいるモーイが手をあげましたこのえっと話のタイトルにもなっているモーイ上方沖縄本と沖縄の笑い話によく登場する主人公の名前でイのハセイヘイという実際にいたとされる人のことじゃないかと言われています で方親方って書いて「上方」でこれも琉球王朝時代大昔の沖縄ですねの、えっと、武士の称号武士の位の名前です王族の次に身分が高く武士の称号の中では最高位一番、えっと、武士の中では一番偉い位のことですで2つ目のお話が「奪捨山」 で昔60歳を超えた年寄りは仕事も何もできなくなるので若者から邪魔者扱いをされ山に捨てられてしまいましたである日灰で作った縄をあごめんなさい灰で縄を作って持ってくるようにと若者が言われますでどうしたらいいのかわからず山に捨てた年寄りの元を訪ねることにしました そして3つ目のお話石田荒生主恩女村、ね、沖縄県の北部の方ですね女村にある多幸山には山賊がいて山を通る人々を困らせていましたそれを聞いたさっきのと合併する前の大里村ですね大里村の平に住んでいる武士宮城生主という人が山賊を退治しようと決めます。で 馬に米俵お米が入った俵ですねを、えっと、馬に積んで多幸山に向かったのですが俵の中身はなんとお米ではなく石が詰められていました一体どのように山賊を退治するのでしょうかで今の、えっと、あらすじにも出てきた多幸山なんですけどすみませんちょっと小さくて見にくいんですけど沖縄県の,あの赤い矢印のところに 多幸山はありますで沖縄県の読谷村の木名から女村の山田という地域につながる険しい山道ですだいたい5キロぐらいあってでその周辺には人のおうもなく昼間から暗い通りでしたで多幸山に出没する山賊はフェイレーとも呼ばれて沖縄では有名でヤンバルへ向かう道中で一番恐れられていました でこのウフヌシでアジの次に高い身分の男性のことですがアジというのは沖縄昔の沖縄で集落をまとめていた偉い人のことですこのアジの次にえっと身分が高い偉い男性のことでしたはいそれではこれで解説を終わりますでは身和劇の方に移りたいと思います。